量子甲冑三式効果か。過激団隊員だけが持つ霊力で動く対コーマ用の戦闘兵器。優秀な機体だが、今や主流は量子戦闘機だぞ。さすがに時代遅れだろう。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのか。予算がありませんから。カオルさん、神山さんの言う通りです。この機体でコーマと戦うのは難しいでしょう。でもそれじゃあコーマが現れたらどうすれば。スミレ様もおっしゃっていた通り、上海歌劇団に頼っているのが現状です。確かに駅で俺を守ってくれたのも上海歌劇団の機体でした。どうしようもないとはいえ悔しい話ですね。そう思っていただければ幸いです。あなたはこの状況を打破するために隊長として呼ばれたのですから。はい、分かっています。スミレ様の夢を叶えるために強い花組を作り上げてください。ところで予算がないってどういうことなんですか。文字通りの意味です、神山隊長。帝国歌劇団はスミレ様のご尽力でかろうじて生きながらえているだけの組織です。政府にも軍にも、そして神崎重工にも歌劇団を援助してくれる人はいません。そんな状態でコーマと戦えと。無理ですか。俺が援助するしかありませんね。いくら用意すればいいか遠慮なく言ってください。そんなに帝国歌劇団を養うのって大変なことなんだな。ですがスミレ様はあなたに期待しています。なんとかお願いします、神山隊長。わかりました、微力を尽くします。ありがとうございます。ところで俺の機体は見当たらないようですが。ありません。え、今はまだありません。予算が下りればそのうち用意します。そのうちって、はあ、まあ仕方ないか。予算もない、期待もない、整備の人材だって不足している。
なんとかしたいけどどうにもな。まあやれる範囲でやるしかないか。仕方ないよな。ん？ここは風呂か。ずいぶん広そうだ。幸い誰もいないみたいだし、どんな風呂なのかちょっと見てみるか。大きいな。船とはえらい違いだ。待て、そういえば花組って女の子ばかりだよな。ということはこのお風呂は女湯。いけない、早く出よう。知らないこととはいえとんでもないことをしてしまった。というより、こんなところをさくらにでも見られたらどうなることか。ふぅ、よかった。誰にも見つからなかったな。お前うわっ、お前、そこは誤解だ。天才だ。待て、やられてしまったか。He's literally just standing by it.急に呼び出しなんて。揃っているわね。みんなに伝えなければいけないことがあります。どうしたんですか？上層部からの通達があったわ。実績を出さないと花組、いいえ帝国歌劇団を解散させるという話を。解散って解散なんですか？決まってるじゃねえか。お前らが弱いからだろう。君は？神山君は初めてだったわね。紹介するわ。上海歌劇団の隊長ヤン・シャオロン。それに隊員のホアン・ユイさんも。ヤン・シャオロン、ホアン・ユイって君は？お前はさっきの変態！変態じゃない。あれは不幸な事故だったんだ。うるさい、近づくな。この変態。神山さん、一体何をしたんですか？何があったのか知らないけど、いい加減にしてちょうだい。ユイ、お前も落ち着け。ごめんなさい。さくらも落ち着けよ。実績がなければって話なんだろ。要はそいつを作りゃいいんじゃねえか。それです。実績を作りましょう。でも実績といってもどうすればいいんでしょう？それはやっぱり。歌劇団対戦で優勝するしかない。それなら無視はできないはずだ。
おいおい、本気かよ。いえ、神山さんの言う通りです。優勝、それしかありません。そうね、優勝できれば言うことなしね。そんなの無理ですよ。一回だって勝てるかどうか。そいつの言う通りだぜ。お前たちが優勝できるわけがない。なんだと？大きな口を叩いたところでお前たちにそんな力はないんだよ。大会には世界各国の強力な歌劇団が出場する。お前たちの出る幕なんてどこにもないぜ。隊長の言う通り、恥をかかないうちに早く逃げた方がいいね。逃げたりなんてしません。舞台一つまともにできないくせに。それでも私たちはさくら。俺たちは必ず優勝してみせる。神山さん、決まりね。は？本気で優勝する気なんですか？シャウロン隊長、ご足労いただいたこと感謝いたしますわ。でも花組の運命は花組が決める。そうよね、神山くん。はい、頼んだわよ。それじゃあお二方、お送りしますわ。ち、はいはい、せいぜい頑張ってくれよ。歌劇団対戦で優勝、はあ、解散か。ちょっと、どうしちゃったのよ二人とも。ここが頑張りどころじゃない。なんでため息ばかりついてるの？そんなこと言ったってな。やっぱりどう考えても無理ですよ、優勝なんて。違うよ、できるよ。今こそみんなで頑張らなきゃダメなんじゃない？さくらの言う通りだ。ため息ばかりついていてもしょうがない。そうです、みんなで力を合わせましょう。優勝は無理かもしれない、でもやるだけのことはやろう。無理って、隊長までそんなこと言って。そんな気持ちで、思いで、本気で帝劇を守る気があるんですか？さくら、やるだけのことはやろうって。仕方ないだろう。それ以外にどうしろって言うんだ。仕方ない仕方ないって、そんな中途半端な仙人さんなんて嫌い、大嫌い。さくら、さくら。何の用ですか？そんなに怒らないでくれよ。少し話をさせてくれないか？
怒ってなんかいません。私はただないんです。舞台は失敗続き、コウマとの戦いもユイさんたちに任せっきり。偉そうなこと言っても何もできない。こんなんじゃ私全然ダメじゃないですか。俺の目を見ろ。聖兄さん。さくらが誰よりも頑張ってることを俺は知ってる。この目で見ている。あとは全力でやるだけだろ。それでいいじゃないか。それしかないじゃないか。違うんです、それじゃダメなんです。やれることをやるんじゃ、それだけじゃダメなんです。できるまでやるんです。どこまでも叶うまでやらなきゃダメなんです。さくら、君はどうしてそこまで。さくらさんがいるから。何？新宮寺さくらさんがいるからです。新宮寺さくら。私小さい頃、新宮寺さくらさんに助けられたんです。コウマに襲われた私の前にさくらさんが颯爽と現れて、一瞬でした。ただの一刀でコウマを倒して、それが忘れられなくて。私もああなりたい。さくらさんみたいに強くて美しい、そんな女性になりたいって心の底から思ったんです。それが私の本当の夢だから、私の夢は全然叶ってないんです。帝国歌劇団に入ってもこんなんじゃ本当ダメダメだよ。私、さくら、すみません。神山隊長、私もう寝ます。隊長、私です。さくら、どうぞ、空いてるよ。あの、その昨日はすみません。気にしてないよ。でも、私…いいんだ。その写真、軍艦ですか？ああ、前に乗っていた特務艦、マリシテンだ。さまざまな海上任務を受け、艦長として南方に行っていたんだ。聖兄さん、艦長なんですか？すごいです。でも、もう沈んだ。停泊していた港の近くで客船がコウマに襲われたんだ。だから助けに行った。でも
こっちの兵器はコウマにはほとんど通じない。時間を稼いで客船を逃がすので精一杯さ。そのうち機関が止まって総員退艦命令を出した。そういえばあの時助けてくれたのは上海歌劇団だったな。そんなことが。ま、客船と乗員を守れたので十分さ。そう、あれは仕方なかったんだ。マシュー警報。まさか銀座にコウマが。いよいよ出撃か。よし行くぞさくら。了解。コウマは銀座に現れました。帝劇の目と鼻の先です。上海歌劇団は横須賀方面に現れたコウマに対処中や。戻ってくるまでにはちょっと時間かかるで。コウマが複数の場所に出現。今日は多いですね。上海歌劇団が戻ってくるまで我々がコウマを抑える必要があります。ですが俺の期待はまだ。神山君はここから指揮を取ってちょうだい。了解しました。神山隊長、私たちがいます。大丈夫。俺が戦えない分みんなよろしく頼むよ。準備はできたようね。神山君、出撃命令を。よし。帝国歌劇団花組、出撃せよ。銀座に現れたコウマを殲滅する。了解。雨宮さくら、出撃します。よし、任せとくって。行ってきます。この剣で平和を切り開く。雨宮さくら、参ります。
んだあの敵は。あれもコーマなのか。あれはクグツ騎兵よ。魔力によって生み出された機械の敵ですわ。一体一体はそこまで強くはないけれど、複数で囲まれたら厄介な相手よ。雨宮さん、あなたは天撃ま了解。私とクラリスは。さくらさん任せてください。一人で倒すなんてこれくらいできてと大したものだよ。こいつはさっきのクグツ騎兵とは少し違うな。コーマを一掃せよ。撃破を確認。さくら、本当によくやったな。はい、私やりました。隊長さん、こっちも終わったぜ。帝都のみんなにも被害はなしだ。私たちもやればできるんですね。ちょっと自信がついちゃいました。みんな本当にお疲れ様。神山くんも初めてとは思えない良い式でしたわ。さあ、戦いは終わりよ。雨宮さんたちも天撃に戻ってきてちょうだい。
魔月空間展開。ハツコ、クラリス、どうした？無事か？頭部の量子水晶が反応しねえ。ダメだ、動かねえよ。ここはどこなんですか？私たちどうなっちゃうんですか？落ち着いてくれ。今こちらでも分析してる。銀座大通りのカメラ接続回復しました。映像出ます。これは銀座大帝国劇場周辺に強い揚力でできた空間が発生しているようです。そして私たちはその中に取り込まれました。揚力でできた空間だって、コーマにこんなことができるなんて。神山隊長、私の後部は何とか動きます。ここにあり。さくら、一人では危険だ。退却しろ。退却って、でもどこに。この空間から出る方法を見つけないと。先に、待ってるだけなんてできないよ。私がみんなを
倒さなきゃ。さくら。いいえ、私は戦います。えっ、そこ。このクグツキ兵は攻撃を盾で防ぐようです。さくら、後ろに回り込んで攻撃するんだ。了解。やったな、さくら。はい。さくら。まだです。まだやれます。さくら、君はなぜそこまで頑張れる。この程度に済むみんなのため、栄光ある花組の名を汚さないため、そして何より私自身の夢のために。指一本でも動いている限り、私は絶対に諦めない。さくら、逃げろ。後部を捨てて逃げるんだ。上海歌劇団参上。助かった。よかった、さくら。何が助かったよ。やっぱり役に立たない連中ね。やっぱこんな程度か。帝国歌劇団とっとと解散しちまえよ。だぞこの野郎。解散なんてしません。絶対しません。口だけは達者だが、そんな無様ななりで何ができるんだよ。諦められないって言うんなら諦めさせてやるぜ。ちょっと待って、シャオロ。あ？サクラ、私はあんたが嫌いじゃない。あんたの平和を愛する気持ち分かるよ。あんたは頑張り屋さんの本当にいいやつ。でも帝国歌劇団なんかにいたらダメになる。上海歌劇団においでよ。上海歌劇団に。そう、上海歌劇団で一緒に帝都の平和守ろう。私の夢は新宮寺桜さんにいた帝国歌劇団で悪に立ち向かい正義を貫くこと。あの時さくらさんに助けられたあの日から、夢を忘れたことは一日だってなかった。その夢があったから私は歩いてこられた。その夢があったからいつだって前を向けた。その夢に支えられて私は今まで生きてきた。だからいけません。そうか、残念だ。交渉決裂だな。もういいだろユイ、あとは俺がやる。
君は、君に比べて俺は。あの時マリシテンはまだ生きていた。機関だってなんとかなったかもしれない。動きさえすれば体当たりで仕留められたかもしれない。いや、もっと時間を稼ぐことだってできたかもしれない。俺はあの時本当に全力を尽くしたのか。今のさくらのように俺は折れない心で立ち向かったのか。そうだ、ずっと胸に引っかかっていた。くそ、あの時もここに来てからも同じだ。逃げていた。仕方ないって言葉で、全力で頑張ることから逃げていたんだ。そんな中途半端な気持ちでさくらと共に戦っていけるわけがなかったんだ。俺も戦う。俺にも戦わせてくれ。俺の期待、なんでだ、なんでないんだよ。神山くん、その言葉を待っていたわ。え、将棋丸来ました。クラさん、びっちり間に合わせましたよ。お疲れ様。さすが B1 メカニックね。よくやってくれたわ。さあ神山くん、あなたの出番よ。お行きなさい。あれは、量子戦闘機無限、あなた専用の機体よ。量子戦闘機無限。神山くん、あなたの中に芽生えたその思いを戦いにぶつけなさい。無限はそのための武器、必ずあなたの力になってくれますわ。了解。神山清十郎、量子戦闘機無限で出撃します。夢を見るのはいいけどな。けどその夢は叶わねえぜ。なぜならお前には夢を叶える力がねえからだ。お前の夢、俺が潰してやる。悪く思うな。美しさを君が俺に教えてくれたんだ。神山さんなんだか嬉しいです。俺は君がこんな姿になるまで立ち上がることができなかった。すまなかった。俺は本当にダメな隊長だ。いいえ、神山さんはダメなんかじゃないです。だって神山さんは私を助けに来てくれました。さくら、やるじゃねえか。あなたのコーマか。喧嘩は一旦休憩だ。俺たちは左をやる。わかった。 Now they're just working together. Okay. ふっ、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 ふっ
この新型機の力、大したもんだ。助けが欲しいならいつでも言ってくれ。なめるんじゃ、上海の竜の矛をその目に焼き付けろ。てえさあよはてさあうんはさくら、行くぞ。はい。おい、待て。お前たちの力じゃ。はい、すいません。ああっ。行きます。じゃあ。もし、まだ嫌がるか。こんな奴ら。もし、さくら。はい。この空間を作り出したコウマが必ずどこかにいるはずですから、そいつを探し出して倒せばその空間から脱出できるはずよ。中にはもっと奥の方にいる。そして行くぞ。行くぞ。初めてでそこまで動かせるなんて信じられません。そうだ、とどめ。
敵を殲滅、先に進む。はい、遅い。よっ、やばっ。この先に強大な揚力反応があり、見つけたぞ。行きましょう、神山隊。神山、俺と勝てるわけがない。確かにそうかもしれない。今できる全てを尽くして、ただ俺は全力を俺は絶対に諦めたりしない。するのはもうたくさんだ。さくらが教えてくれたんだ。神山さん、私も総会長。はあ、行くぞさくら。了解。そのコーマの弱点は頭部よ。攻撃を避けて頭部を狙いなさい。さくらたちだけじゃ無理だよ。私たちが行くまで待ってて。さくら、本当に大丈夫なのかよ。闇を神速の刃。私のベリー来る。巨大コーマを撃破、脱出する。了解。全部倒しちゃったんですか。すっげーな、あの隊長。私もあんな風に戦えるかな。帝国過激だ、少しは認めてやるぜ。なんだ、案外やるじゃない、あんたたち。ありがとう、なんとか勝つことができたよ。いい動きをしてたぜ。お前と戦うのが楽しみになってきた。じゃあな、過激団対戦で会おう。まだまだ私たちにはかなわないと思うけど。やりましたね、隊長。一時はどうなることかと思ったけどな。びっくりしました、私たちの隊長がこんなに強いなんて。神山さんは昔から強いんです。お前が威張ってどうすんだよ。でもよかったです、これで解散しなくて済みそうですね。そうだな、楽観はできないけど。いや大丈夫、帝撃は帝都は俺たちが守る。そうだよな、みんな。はい、どうぞ。もちろんです。よし、それじゃそろそろ戻ろうか。待ってください。
花組の伝統ご存知ないですか？花組の伝統？なんだあいつ。こうするんです。いつだって帝国歌劇団はとってもかっこいいんです。せーの、勝利のポーズ決め。やっぱり魔幻空間。はい。姿は確認できませんでしたが、間違いなく上級コーマの仕業です。上級コーマ、おかしいわね。それほどのコーマが帝都に現れるなんて。それでは皆さん、ご一緒に乾杯。今回は本当にお疲れ様。主君賞はもちろん雨宮さんね。そんなことありません。勝てたのは神山さんのおかげです。いや、お前は頑張った。頑張れなかったのは私もです。申し訳ありません。なぜ謝るんだ。生きて戻ってこられた、それだけで十分じゃないか。初歩もクラリスもよく頑張ったよ。ありがとう。はい。失礼します。皆さんにご報告があります。あら、何かしら。まずはこちらをご覧ください。これは
帳簿？はい、大帝国劇場の資産状況です。結論から言えば、帝劇の運用資金がつきました。神山隊長の無限、その費用が高くついたのが原因です。お、俺のせいですか？ですが、無限がなければ戦えなかった。わかっています。ですが、それはそれ、これはこれです。カオルさん、資金がないということはもしかして？はい、当面お給金はありません。光熱費も食費もゼロです。おいおいおい、どうすんだよ。給金はともかく、飯抜きだけは嫌だぜ。わ、私の本を売るなんて言わないでくださいね。定期金がなくなっちゃう、なったのになくなっちゃう。困りましたわね。ねえ神山くん、どうしたらいいと思う？舞台公演をやりましょう。お客さんが入れば資金も調達できます。それはいい案ですね。賛成です。ですが、舞台公演を行うにはいろいろと問題が。そうね、公演を行うにしろ、コウマと戦うにしろ、必要なものが2つあるわ。というと？人は城、国は人なり。たくさんの孤児が言っているでしょ。つまり人よ。紹介するわ。世界が誇るスター、アナスタシア・パルマ。ここに来れば退屈しないって推したちが言ってたけど確かにそうみたいね。皆さん、ごきげんよう。私はアナスタシア・パルマ。帝劇の舞台に招かれるなんて光栄ね。花組の名に恥じぬ働きを約束するわ。はあ、すげえ優雅ですね。あなたがキャプテン神山かしら？ええ、花組隊長の神山清十郎です。よろしく。そう、あなたが。先日のコウマとの戦いでは目覚ましい活躍をされたそうね。私もこの目で見てみたかったわ。アナスタシアさんには花組のスターとして舞台の花を務めてもらいますわ。そしてもちろん歌劇団の一員として戦いにも加わってもらいます。戦いにも？大丈夫なのか？もちろん、そちらの腕も期待していただいて結構よ。さすがだな。頼りにさせてもらうよ。なんつうか、舞台も戦いも一気に戦力倍増って感じだな。世界一の演技を間近で見られるなんて、幸せです。ところで支配人、必要なものが2つっておっしゃってましたよね。いやー、よかった。忘れられてるんじゃないかと思ったよ。レイジ、お前なんでここに？おいおい、なんでとはお言葉だな。もう一つの秘密兵器とは俺のことよ。お友達ですか？ああ、兵学校時代の同期、芝レイジだ。俺が戦術本科、あいつが機構整備科で首席同士だった。清十郎とはいろいろと張り合ったもんさ。
いわば永遠のライバルってやつかな。ああ、また一緒に頑張ろう。期待しているぞ、レジ。はあ？お前、本当に聖獣郎か？熱でもあるのか？ああ、そうだよな。お前はそういうやつだ。お前に真面目に答えた俺がバカだ。そうそう、そういう感じがお前っぽいぜ。うるさい。何なんです？仲がいいんですか？悪いんですか？男の人ってよく分かりませんね。芝君には技師長として主に量子戦闘機の整備を担当してもらいます。他にも部隊や設備の修理もお願いするわね。了解しました、スミレさん。ま、お前が来たなら安心だ。しっかり頼む。おう、任せとけ。それじゃあ私は部屋に戻ります。神山君、後で私のところに来てくれる？はっ。